歳です。イエーイ、始まりました。コアでマニアなコアラブトーク、カッコカリ第6回、よろしくお願いします。はじめまして、コアです。心からの愛を届けます、下心満載です。最近映画デビューが決まり、近々ドラマの公開もある、今旬な女優です。よろしくお願いします。去年大学を卒業し、女優を目指して芸能という茨の道を、進み始めました。芸能1年目の私が先輩に学ぶ芸能界の厳しさを疑うダメだ伺うのがこの番組です。売れる女優になりたい、そのために先輩の人生を根掘り葉掘り聞いていこうと思います。今日のゲストはマシェバラ、論文量の釣りなら任せろ、FOG 釣りガールとして共演者であるこの2人に来てもらいました。のんべい先輩と餃子先輩です。どうぞ。誰がのんべいよ。安井さんと綾瀬まりさんです。紹介のね、そう、悪意があったけど、いや悪意とかじゃない、全然。餃子までも可愛いからいいよね。のんべい先輩がどうなの。まあのんべいだけどね、まいちゃんね。酒かすって言わなかっただけ。確かにね。でも今言った。いやでも酒かすってかす使っちゃいけないよ、女優が。あ、そっか。アイドル女優が。よくない。では先ほどお伝えしたのがこの論文量の釣りなら任せろです。スタッフさんお願いします。はい。こちらになります。こちらに。餃子さん。3回、あ、いい笑顔。何回だろう。2人と1回共演ですよね。綾瀬さんとは。そうね、コアちゃんとは1回。本当？うん。安井さんとは2回。2回ぐらいしてるね。はい、という感じで共演させていただいておりまして、うん、こんな番組になっております。はい、毎週火曜日10時から放送中です。うん、はい。先日は、うん、そうですね、2人で綾瀬さんと釣りフェスに行ってきましたり、あとニジマスを釣ったりとか、うん、そんな感じの釣りガールの3人で、本日はお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず安井さんから自己紹介お願いいたします。はい、ちょっとマイクが遠いんですよね。遠いですね、これね。ちっちゃかったですね。はい、安井真由です。今日は酒が飲めるって聞いてやってきました。よろしくお願いします。それだけですか。え、だって用意してくれるって言ったじゃん。安いですね、本当。ねえ、本当にどんだけ先輩だと思ってんの。今日はあの裏テーマに私先輩いじりを頑張ろうっていうテーマがあるので、あ、それの練習だよ今日。そうです、そうです。ではあの安井さんの、本当だよ、あ、自己紹介これ大丈夫ですか。あ、もう全然後して頑張って。補足させていただきますので、あの YouTube の方流していただいてよろしいでしょうか。お願いします。お願いいたします。恥ずかしいね。あ、いやいや、それは恥ずかしい。ちょっとこうやってね、スナックママ的な、スナックママ、あ、そうじゃん、雨ご肌なすぐに飲んじゃう。じゃあちょっと男の時ですね。飲ました飲ました。結構ズケズケ言ってますよね。うん、それが気持ちよかったの。面白いズケズケ言ってくれたから。では補足させていただきますと、安井さんは山口県下関生まれ、ミストースポ2020のグランプリ、第4回フォーマルウェアコンテストの準グランプリに輝くなど、グラビアアイドルやファッションモデルとして活躍中。趣味は釣りと料理。先ほど紹介した論文量の釣りなら任せろでは、レギュラーとしていろんな釣りの姿を見せてくれる釣りガールでもあります。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと噛んだけどね。厳しいね、初っ端から厳しいな。ありがとう。はい、では続いて綾瀬さんも自己紹介お願いいたします。はい、今日は後輩いびりができると聞いてきました。綾瀬美優です。よろしくお願いします。負けませんよ。負けませんよ。負けませんよ。2対1だからね。いや全然負けませんよ。確かにちょっとずいずいね、はい、来そうだからね。ではスタッフさん、あの餃子の方の、あ、少々お待ちください。あ、もうちょっとだけ。では先にちょっと説明しちゃいます。お願いします。千葉県出身の綾瀬さん、ミスヤングチャンピオン2019のファイナリスト、シネマインソムリエオニバスオムニバスウェブドラマ選考オーディション、こちらゴードンの方ですね。そうです。の1位グランプリ、さらには餃子の無人販売所優しい餃子北本公式キャラクター優しい餃子ちゃんなど、さらには映画や舞台にも出演しています、はい、アイドルとして女優として活躍をしています。安井さんと同じで、りょうさんの釣り番組のレギュラーです。はい、はい、ではまずはこちらの紹介させていただいた釣りの
厚いじゃない餃子の CM をご覧ください。大丈夫MC ちょっと噛みすぎてやばい。優しい餃子ババン優しい餃子まず買ったら全額返金キャンペーンやってます。買いに来てね。優しい餃子コメントましたありがとうございます。優しい餃子かわいいね。はい、餃子いいだろう。そう言われると褒めたくないね。結構なキャラ濃いですよね。そうね。でも似合うって言われるんだけども。確かに。ありがとうございます。でも褒められてないとか言われるんだよね。コメントいただきました。勝二さんからお三方皆様かわいい。でしょうが。でしょうが。でしょうが。いい絵図だろうが。ね、ありがとうございます。私さアイドルとして認識されてられてんの？アイドルとしてもどうなんですかね。じゃあ歌って踊るっけ。歌って踊らないよ。まあ、でもアイドル経験もちょっとちょっと、うん、ちょこっと。いやでもわかんないよね。足の小指入れた程度、ね、めちゃめちゃ少しだけじゃないですか。特技は ありがとうございます。綾瀬さん特技は目玉リレーっていう風な、うん、何それ何ですかそれ。目玉リレー目玉リレーそう目玉リレーなんか、うん、あんまり特技とかそういうのがなくて、はい、でそれこそ配信で、はい、なんかやってみてたらそれ特技でいいじゃんって言われたから、うん、あ手軽でいいなと思って見たいです。 見せれるやつなんですよね。そう見せれるやつじゃ、うん、カメラの近くに行くね。お願いします。目玉リレーこの辺この辺かな。はい何ですか。何え見えるよ。本当だ。待って待ってすごくない。普通にすごくない。怖い怖い怖いよね。寄り目のそう寄り目でこうねすごいですね。彼が一応特技としてキモいキモいでしょ。オーディションとかには使えないかもしれない。確かにでもね私ねいつも聞かれるからやるんだよ、うん、毎回。私もしょぼいのやる。特技絶対なんかしなきゃいけないから、うん、しょぼいのやってる。何やってるんですか。え私もじゃあここでやろうか。そうやってほしい。私ね、うん、腕がね猿腕で、うん、360度回転する。え怖い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 。両方とも行くんだ。そう両方ともいけるの。そう気持ち悪い。だからちょっとねこういうね私たちちょっとね、そうねちょっと肝がられるやつしか持ってない。可愛いけど肝がられることもできますっていうね。コメントを読みます。餃子とね、なんかね今ね餃子とのんべえとかこれは日頃の意地指導の賜物ですね。どんな意地指導されているのか詳しく聞きたいじゃん。指導どんな指導。後輩いじめすぎないでねポセさん。待って ちょっと待って。あの結構さコアちゃん強いからさ私たちにだから言えるっていうのはあるけど。昨日なんか私負けてましたけどなんかすごく不安で。なんそのさまたなんかちょっと弱い方にこうやって、ね、いや本当なんかずるいよね。ずるいよねこういう女、ね、こっちが悪いみたいなね。そうね本当ね悪いなんて言ってる。いや不安だからちょっとみんなあの2人のメンタルが不安だったので大丈夫かなと思って、か弱いふりしちゃって負けそう負けそう負けそう。そうそうそうに1本入れたぞ。1本って何しに来たの。何しに来させたのよ。本当だよ。今回は釣りガール番組の共演者ということで、はい、釣りの魅力ロケの魅力をいっぱい語ってもらおうと思います。後半には聞き魚グルメコーナーなどのお遊び企画などもありますのでお楽しみに。そして最後には釣りガールの先輩のお二人に番組内で目立つためのアドバイスをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまず一つ目の企画に参ります。はい、先輩釣りガールに釣りの魅力を聞こう。おーはい、まずその前に3人の出会いの話なども聞いて、はい、私たちの関係性をしていただこうかなと思うんですが、はいまあ、そうですね、まあ、出会いはやっぱりマシャバラフィッシュオンっていう生配信番組じゃないですか、うん、そうですね、で私が本当に一期生なんですよ。そうですよね、一番の古株で、そう、はい、怖いそ待って待って待って綾瀬さんもこっちほんの3ヶ月後に来たからねほんの3ヶ月に来た古株がこちら2期生です、はいはい、でコアちゃんが何期生だ。9か9だからまだピチピチだよね、うん、ひよっこですね。フレッシュな、うん、フレッシュなフレッシュなこっちが干からびてるみたいじゃんそうそうそう大先輩の、うん、そうだからそれがきっかけで、うん、なんか一緒に、ね、あの3人で YouTube のロケとかにも行った時に割とね、いろんな話し てそうね、はい、いろいろ感じだよね。ニジマスとか釣ったり。そう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 、楽しかったです、すごく、ねね、コメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。お二人の関係はどれぐらいの、何年ぐらいなんですか。何年、でも何年だろう。釣りの番組で一緒になってからはもう3年目になるじゃない、うん、でもその前から存在は知ってるよね、お互いにね。その前からもう配信で存在してて会ったことはなくて、で私一番最初みゆちゃんの配信見に行ったの、はい、みゆちゃんが眉毛をなんか、はい、カモメ眉毛にしてて、何ですかそれ。アイラインでね、アイラインで眉毛をつなげてた配信見て、何してる、何この子変な子がいるっていうのを自分の配信で、綾瀬みゆみゆって子は今やばい配信してるから行ってみてってリスナーさんに言ってありがとう。そっからなんかいろいろつながってそう、フィッションに受けるんだよって話になって、うん、まゆちゃんと仕事一緒にしてみたいなって思ってたのと、そうなんですね、そう、あと釣りもやってみたいなと思って、まゆちゃん出てるやろうと思って。嬉しい。じゃあその釣りの前からお互いに、お互い好印象ではあったね。そうだね。綾瀬さんも知ってたんですか。知ってた知ってた。変なことはしてなかった。そうね、酒をすごい飲む人っていうイメージだった。ずっともう配信でも飲んでる、配信でも飲んでるし今も飲もうと思ってる。そう、そんな出会いかな。ありがとうございました、うん、コメントいただきました、はい、これは今日は血の雨が降りそうですね。激しいね。激しいね。激しいね。私の2人のお二人の印象は、うん、聞きたい。聞きたい。あ、そうですよね、うん。言ったことはないですもんね。怖いな。最初マジ、だって何を持ってんだろうこいつって感じだもん。うん、そう。読めないんだよね。そうなんですか。うん、わ、なんか申し訳ない。最初が私は配信ではなく本当に生身だったので、生身言い方なんかマシュマロスタジオだったので、生だった。うん、生だったので、うん、なんか最初は。なんだろうな、なんか声でかっていうのがまずありました。それ絶対私でしょ。みゆちゃんでしょ。綾瀬でしょ。綾瀬さんめっちゃ、わ、めっちゃ声でかくて元気な人いるみたいな、そうそう、こういう感じなんだ、ね、みたいなのと、ね、はい、なんかなんだろう、わかります。でもそれで安井さんが、うん、あのコスプレをされてたので、うん、なんかすごい自由な空間なんだここは、あ、確かに、いう感じでした、ね、最初の印象は。バラバラだもんね、みんな、うん、そうです、うん、ジャンルも何もかも、うん、そう。でもすごいなんかお二人とも話しかけてくださったので、うん、あ、よかったなと思います。優しいなって、ちょっとなんか、そうでしょ、優しいでしょ、優しいんだよ。だからなんで今こんな扱いされてんのか分かんない。そうなの。いや、あえてです、あえて、よかった、ね、よかった、優しいってくれたね、すごいコメント。それでは早速カモメ眉毛を再現していただきます。アイライン、アイライン、難しすぎる。これでも電車帰っちゃうからね、これで、ね、アイラインだったらでもまだいけるよ、落とせるからいけるんですか。油性ペンとかだったら嫌だけど。姉ちゃんって芸人だっけ。違う。でもね、時々芸人さんでしょって釣りガール、釣りガールの芸人担当やだな、りょうさんだからそれは。そうですよ、ね、そうだよ。じゃあ続いて、はい、続いての質問といいますか、はい、そのりょうさんっていう存在はお二人にとってどんな存在ですか、うん、やっぱ長いこともう3年2年ですか、わかんないですけど。ロングのりょうさん、うん、私は最初やっぱりテレビの人だったから、うん、最初すごいやっぱ緊張したし、今でもやっぱり、ね、あのなんだろう、対等には絶対思わない、うん、思わない。どんだけあのなんだろう、何年も、うん、あの共演してても、共演してて、ありがとう、はい、言葉じゃなかった、共演してても、うん、なんかいろいろりょうさんが話しかけてくれてても、うん、やっぱりすごいりょうさんはりょうさんだし、うん、すごいもう上の人って感じは今でもある、うんうん、な。じゃあ仲良し度的な感じの言うとどんな感じなんですか。仲良しもうおこがましいって思っちゃ う, 思っちゃう。ただりょうさんは本当に見てると少年のようだなって、うん、そうね、そうね。なんか釣りの話だとワクワクして、やすいちゃんこれやってみてね、そういうなんかあのなんだろう、無邪気さはすごいあるなって思う、うん、子供みたいだなってなんかすごい生き生きしてるもんね、うん、何年いてもそう思う、うん、子供みたいだし、なんか結構無邪気、うん、少年って感じですね。少年、本当に少年、うん、若いしも見た目も、うん、確かにそうですね。綾瀬、うん、さんはどうですか。そうね、私も最初はやっぱりなんかやっぱ話しかけづらい、うん、どう話したらいいのかわからないっていうので今も思ってるけど、そのであとうまく話せなくてちょっと怖いのかなとか思ったりもしたんだけど、はい、全然そんなことなくて優しくて、うん、はい、なんかすごいそのカメラが回ってない裏でもなんかもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとか、はい、その自分、それこそ私ロケで、はい、りょうさんとそのロケとロケが
2日会った時があって全然別のロケ で、はい、でなんか2人だけホテルに泊まったことがあるんですよ、うん、もちろん別の部屋で、ね、したでなんかその居酒屋さんでスタッフさんもいて、はい、なんかご飯を食べる機会とかがあってで車で移動も一緒だったりとかした時に、はい、なんか今後どういう風にしていきたいのみたいな活動のアドバイスとかまでしてくれて、ありがたいな。そうすっごくありがたかった、うんうん、すごい優しいですね。そうすごい優しいよ。なんかお二人がおっしゃってたように私もちょっと話しかけづらいなみたいなところはちょっと、うんうんうん、そうだよね、緊張するよね。まだ綾瀬さんが一番出演はされてますもんね、論文 FOG としてはかな多分、うん、そうですよね、うんうん、で私もまだなんか全然あんま参加はできてないので少しだけなので、うんうんうん、あんまり話しかけでいいのかなみたいな雰囲気もあるんですけど、うんうん、簡単に行ってそのりょうさんの取説みたいな、取説やっぱりりょうさんに難しいやつみたいじゃん好かれたいじゃないですか、うん、まあまあそうだね。いやでもりょうさんって本当にスタッフさんにも、はい、あの演者さんにも差別しないなって思った。そうだね、そう、うん、全くこの子お気に入りとかがない、ないんですか、ないから、はい、本当にそのままでいいと思う。ただ、うん、ちゃんと仕事をすると危険なことはしない、うん、危険なこととはあの釣りに関してやっぱりなんかあるんだけど、まあ変な話、はい、グラビアやってるから肌露出して釣りをしますみたいな、寒いのに全然薄着でピタッとした服してますみたいなの、うん、私一回注意したよってことある。あ、なんか違う、防水機能のない、うん、なんかモコモコの上着を着た時に、さしーちゃんこれ落ちた時に水すごい含むから、うん、別の借りてきなみたいな、うん、あ、それはもう優しさで、もう優しさで、ってことですよね。そうだからそういうのさえしとけば全然、うんうん、こうしたら嫌われると、嫌われてきた人とかも見てはないですか？いや大丈夫ですか？ないな、ないないかな、うんうん、ちゃんと真面目に番組に向き合ってたら全然答えてくれると思うし、はい、教えてくれると思う、はい、うん、あとりょうさん本当に釣りが好きだから、うん、私たちより魚に興味があるの、はい、そうなの、そうだから別にねなんかねそんなことあのもうそうなると勝てないってことですか？そうだから魚に気にしなくていいよ。だから、うん、あの本当だ魚だとか言ってくれば大丈夫だとか。そうか、そう、釣りに向き合ってたらりょうさんもついてきてくれると思う。で釣りの質問をしてくれたら全力で答えてくれる、うん、あ、じゃあ質問、うん、話しかけるんだったら釣りの質問が一番いいと思う、うん、こんなペーペーだけど本当に何も分かんないんですけど、うん、逆にいいと思う、逆にいいと思う、うん、でもそれをあの逆に初心者、あのなんだろう、釣り初心者向けのバラエティ釣り番組だから、そうですね、コアちゃんみたいな初心者のこの質問って結構大事、そう、だからりょうさんにも、そう、りょうさんに言った方がいい、はい、うん、だから番組回すのりょうさんだからね、りょうさんと仲良くなろうと思って、はい、なんかロケ前に質問したりするんじゃなくて、逆にテレビ映るならテレビの時にりょうさんに言い寄った方が映るよ、りょうん、さんの横にいた方が映る、そうだね、映る、そう、と思う、うん、私たちはもうガチの初心者の質問はできないからさ、うんうん、だからもう狙い目としてはそこ、うん、わかりました、隣にいて初心者の質問をする、そうね、りょうさんに番組前じゃなくて中にするってことだね、そうですね、その方がスタッフさんもありがたい、うん、あ、これ聞いてくれたから説明できる、うん、尺取れるみたいな、多分そうだと思う、使う使わないは後でスタッフさんが選んでくれると思うし、うん、はい、すごいいいアドバイスをいただいて、コアちゃんはそのポジションでねぴったりだよね、うん、今はってことですね、そうね、ずっとやってたらまあそれはそれであれだけど、はい、ありがとうございます。そろそろコメント来てる、ね、コメントいただいたので、なんか続々とすごいですね。すごいいっぱい来てね。こんなに来たことないですよ。二人のパワーですよ。嬉しい。ありがとう。もっとちょうだい。待った。コセさんから伝説の顔にお絵かき配信。懐かしい。コアちゃんが先輩に強え。ね、そうなの。といただきました。コセさんは、まゆちゃんが行ってみてって言って、多分それで私のこと知ってくれたっていう。あ、そうなんですか、うん。それで眉毛を見たんですか。そう、眉毛を見たの。おもろ、やばい女がいるってみたいな。初めに見たのが眉毛の、そうそう、そのまともじゃない時のマイナスから入ってさ、マイナスから入ってマイナスだって決めつけるなよ。普段は可愛いからさ、よかったね。辰巳さんがコアさんの飲みっぷりに期待です。どういうタイミングで飲みます？ここになんかあるよ。でもそれあります。酒やかさになっちゃうから本当の、あ、確かに、乾杯、乾杯、いいね、楽しくなってくるね。吹き出さないようにしないと。吹き出さない。じゃあこれちゃんと最後まで飲み切るっていうルールにしますか。分かった。余裕だけど。なんならおかわり欲しいでしょ。うん、デクチュンが、あ、そのコップに入ってるのは酒か。酒だなんと思った。
KB さん、いつも釣りまが楽しく拝見しています。ありがとうございます。今年も釣りまくってください。読めません。何釣りまたしてくださいね。ハゼ釣りですね。あ、ハゼだね。ハゼですか。ハゼ釣りまたしてくださいねとのことですが、お二人ともですか。ハゼ釣り、ハゼ、ね、一緒にやってる、はい。ユーニーから、安井さんも綾瀬さんもコアちゃんの撮影会を来てくれるような優しい一面も少しはあるということを知らせてほしい。少しはユーニー、おい、おい。確かにいつもね、いじめてるっていう。ユーニーありがとう。くそー、コアの、コアのファンの味方してきた。味方されてる、よかった。ジクチュンさんが言葉選びが独特すぎてワールドチューン。ワールドチューンって。いや、チューンの方がね、語尾にチューンだね。確かにおかしいですね、癖が。そう、コアちゃんの撮影会、私たちはその。そう、ね、水フラの時にお越しいただいて、ね、水フラのオーディションのめっちゃ楽しかった、はい、本当ですか、うん、かった。お二人がもう独特でしたよ。あの中で女性が二人いて、ね、めっちゃ可愛い二人がいるっていう、うん、まあ、ね、ちょっと後で落としてくるんでしょ。でもいいですか。じゃあそのロケ続きで、あのこれからまだ始めたてなんですけど、うん、ロケで辛い思い出とかなんか大変だったエピソードとかっていうのありますか。辛かったの。私はね、うん、はい、まだ体力も、釣りって結構体力いるじゃん。まだね、その体力もない時に、はい、磯釣りっていうのをやって番組で、はい、崖から下っていって岩みたいなとこで釣りするの。もうその時が強風で魚も釣りづらいし、もうなんかバシャバシャも、もう水、足も水浸しになるし、なんかもう一人のあの、はい、一緒に行ったロケ行った女の子が体調不良で帰っちゃって休んじゃって、私一人だけもう絶対に休めないと思って、なんとか一匹釣った時はもうもう、あーってなったかな。それ落ちたらもう川ってことですか。もう海、海、あ、海か、うん、あのね、ジーソ釣りで検索したらね、結構すごい、ジーソ釣り、ジーソ釣り、土地の地って書いて、磯って書くんだけど、結構ハードな釣りです。男性でもハードだと思う。それ釣りマカで見れるんですか。あ、もうね、YouTube には残ってないかもしれないけど、1年前以上の、うん、そうそうそう、まあ、それは大変でしたね。そう、だから体力が大変だったから。なるほど、綾瀬さんありますか。私はそうね、なんか体力的にきついとか、そういうのは今のところないんだけど、なんかね、隣で結構まゆちゃんが大きい魚とか、なんか持ってるのよ、彼女。私タイの釣りとか見ました。そう、タイの釣りもそうだし、なんかヤマメとか大きいの釣ったりとか、結構なんかそのね、ちょっと持ってくのね。メンタルの、そう、メンタルの問題。私も釣らないと、釣らないと、私が釣るにはどうしたらいいんだ。でもこれ以上大きいの釣るのは厳しいよな、みたいな。確かに。ちょっとメンタル面での辛さ。なるほど。それ私もそうなの。え、あのね、私が釣れないとき彼女釣るの。お、じゃあバランスいいですね。バランスはいい、うん、じゃあちょっとマシになったかな、いい心が。しかも私が一番釣りたい、はい、好きな釣りの時に、はい、ポンポンポン、あれ釣りたいみたいな、すごいムカつくのね。まゆちゃん今何匹釣ったの。そうそう、煽ってくるから。そこは一緒だよ。そっか、本当。じゃあ、解決しちゃいましたね。辛いのはあの子だけじゃないからね。逆にじゃあめっちゃ楽しかったのは一番とかってありますか。一番楽しかった、楽しかったのか。私はね、遠征ロケで、やっぱりあれかな、遠征ロケ後の、なんだろう、打ち上げで酒が飲める。ちょっと待ってください。本当に。もう酒につなげればいいと思ってるじゃん。いや、だって面白いと思う。だっていつもさ、もう必死で仕事しかしないスタッフさんたちのさ、そうですね、事情が聞けるっていう集まりだから、それは好きかな。酒か先輩、酒か先輩あるよね。ありますか。私も遠征なんだけど、私はそのなんか、どこ行ったんですか、遠征。遠征はね、福島に、まゆちゃんと一緒だったんだけど、なんかその仕事で泊まり込みでみたいな、みんなでみたいなのが、やったことなかったから、どの仕事でも、なんかちょっと合宿みたいで楽しいなと思って、なんか結構ハードスケジュールだったんだけど、それでもなんか、よし頑張ろうみたいな、そのみんなでなんか一緒に一つのものを作り上げるみたいなのがすごい楽しかった。私も青春みたいな。わくらではお一緒させていただいて、まだアイセさんとはしてないので。私遠征なんか行ってるからね。そうだね、そうだね、確かに。コアちゃんとね、やだな、最悪、いじめられそうだな。コアちゃん逆にさ、今さ、まださ、期間は短いけどさ、楽しかったのって何。ありがとうございます、優しい。何が聞いてくれて、なんだろう。で船が
乗れたことです。うん、あーでもわかる。船乗れた時の、うん、あの憧れを実際にやってる感じが、うん、かる船だ。すごいわかる。釣りといえばみたいなね。そうです。そあの時のテンションのぶち上がりは。わかる。それですね。めちゃくちゃ、うん、これは共感した。これは全員すごい。紹介しちゃうところだ、うん、なるほど確かにありがとうございます。あ、そうですね、うん、コメントではあやとさんからりょうさんフィッシングフェスティバルの時写真撮ってくれました。あやとさん行ったんですね。あ、そうですよね。そう、あった、会いました、会いました。そうですよね、うん、そうなんだ。私とも撮ってくださった。そうそう、優しいですよね。続いてポセさん、初心者は何釣りがおすすめですかね。100均で道具を揃えてみようと思うんですが、ね、100均はすごいの。100均すごいね、今ね。あ、そうなんですか。100円じゃないのもいっぱいあるけどね。なるほど、うん、でも逆に初心者なら、うん、貸し竿とかでいいかもしれない。そうだね、揃えるのはハマってから、うんうん、あ、なるほど。その方がいいと思うな。ちなみに釣りだと何釣りがおすすめなんですか。私はアジかな。そうですよね、私もアジ、うん、私もアジです。アジか、うん、管理釣り場とかのニジマス、うん、あでもアジ美味しいし、いろいろ使えるから。そうですよね、食べれるのがやっぱ船乗りたいならアジ。そう、船ならアジ、うん、手軽なのは確かに管理釣り場かもしれないけど、ニジマス3人で釣って食べましたもんね。食べたね、あれは最高でした。最高だった、楽しかった。カツニさん、釣りの時の虫刺されが大変な印象です。あ、あ、やっぱりじゃあ麦とか持っていくんですか。麦は私いつも持ってる。そうだね、うん、そうなんですね。スタッフさんもめちゃくちゃ塗ってくれるし、うん、虫よけとかもね、めっちゃ振ってくれる。海でもですか。海はないか、さすがに海の時は。そうね、虫よけはしてないかな、うんうん、なんか、うん、でも基本肌出さないのが一番いい、ね、夏でも、うんうん、ちなみになんか釣りの時に持ってくものでなんかオリジナルのものとかなんかこれは必要みたいなってあるんですか。ロケで、ロケでもプライベートでも、なんだろう、釣りで絶対持ってるもの酒でしょ。あのプライベートだと酒、プライベートだと酒、魚肉ソーセージなんだろうな、絶対持ってるものなんだろう。ねよし、次行きますね、うん、アマミさん、ね、大変な釣りもあったよね。こうすごいラフな、こんな感じで大変な釣りだから見て、ね、絶対見てくれてるんだろうね。なるほど、すごい、本当にこんなに来たことないですよ。デクチュン、釣り合い、釣り船の話で、煽り合い、ね、適当になってるよ、この人船の話で初めて、こういうとこあるからね、3人の心が一つに。ちゃんと読んであげて今のもちゃんと読んだ私の返答もすげえ暇すとか言うしさ、本当にね。いや、なんでね、ごめんってね、まだもっとちょうだい、はい、よし、次の企画いきます。ちょっと MC してるでも聞き魚グルメコーナ ー、 イエー、楽しみにしてた。お楽しみのコーナーがやってきました。気になる、はい、ではでは、巷にはいろんな魚を使ったグルメがあります。お二人は先輩釣りガールなのできっと魚の味もわかるはず。そこで私の方で魚を使った美味しい商品をやめてちょっと意地多いですよ。美味しい商品を持ってきましたので、お二人には目隠しをしていただいて食べてもらって、どんな魚が入っているかを当ててもらおうと思います。難しくない。ではいきなりですが、目隠しすんの、自信ない、お願いします。ガチや、興奮するじゃん、興奮するの興奮ポイントそこなんですか。ではお願いいたします。パンツが良かったな、パンツかぶれたかったな。変態じゃん、変態仮面ですよそれえ、もう目隠ししていい。あ、いいですよ、したよ、お願いします。何？やめてやめて、怖い怖い怖い。ちょっとちょっとどこ触ってんのやんか。だって見えないから見えないから。すごい見えないくせにピンポイントで触ってくるんだけど、怖っ。あ、怖い、ね、怖いですか、やっぱ目隠しって怖い。そうね、時間が経ってくると怖くなってくるかも。コアちゃんってのが怖い。そう、確かにちゃんと食べさせてくれるのかな。なんか口で鼻とか入れないの、ね、マジで。やだ、それフリですよね。え、ね、あーこれコア様、コア様お願いします。これが答えを先に、これになります。視聴者の方には教えて。まだ教えませんよ、はい、当たり前じゃないですか、はい、ごめんなさい。じゃあ少々お待ちくださいね。早くして、早くして。ちなみに釣りの番組の、うん、あれいない。あ、いるよ、なになになに、触ってあげようか。大丈夫です。この釣りの目標とかってあるんですか。釣りの目標、え、どういう方向に行きたいかとか。そうです、そうです。あ、なるほどね、仕事としてね。私はなんだろう、でもね、釣りなら、なになになに、いや、ほんと絵がめっちゃ面白いですよ、目隠しして、うん、真面目な話早くしてよやらせたのお前だろうな。で
私は釣りの仕事なら何でも欲しいかも、うん、そうね、うん、違うお仕事もやってみたいよね釣りのね、うん、でも最近いろいろやってるよね YouTube とかも出てるしさ、そう最近結構声かけていただいて、うん、なんか、うん、コラボとかでそういいよね広げていきたい。釣り目標とかある目標っていうかこうなっていこうとかってあったりするんですか。そうねやっぱりなんかもともと釣りやってなかったけど、はい、こうみんなに応援してもらって釣りがあるっていう肩書きって結構大きいなって思ってて、うんうん、やっぱどこでもね聞かれるんだよね釣り好きなんだみたいな感じで、うん、自己紹介の時とかにも使えるし、そうそう結構食いついてくるよね。そうそうだからやっぱ釣りがなんかこれといった目標みたいなのはないけど、はい、やっぱちゃんと釣りガールとして恥ずかしくない感じではいたいなって思ってる。釣りガールとして恥ずかしい。そうなんか実際全然釣りしてないじゃんみたいなとか。言いたいことめっちゃわかる。そう釣りガールってもっとさ、うん、と立派な釣りガールたちたくさんいるから、ちょっと気持ちいいんだけど。てかさ、え何え待って怖いよ。いや嬉しいよ私は。怖いよ私は全然ちょっと何待って困っちゃうんだよね。ワーオって何？ワーオって何？ワーオって聞こえたんだけど何？コアじゃないですよ。え、誰？スタッフ？あ、もうちょい大きく開けてください。怖い怖い。おこ、ごこ。すごい笑い声聞こえてくるけど。こっち向いたらいい？いや大丈夫です。大丈夫。前で大丈夫？待って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 何？怖いんだよ。なんでか、あのこういう番組なん？これあのグルメ魚にあの必須なんで。あ、そうなの？はい。そうなの？知らなかった。え、何これ？一目でお願いします。なんか、うん。何これ？え、どうですか？お二人どうですか？これさ、はい、魚の名前当てるの？魚の名前当てていただきたいでしょ。アイゼさんどうですか？おいしい。美味しい、めっちゃ美味しい、うん、ビールとかサイズがでかいんだよ。え、そのツッコミ待ちでした。どうですかね、この上のなんかコリコリなんだろう、タケノコ。これなんかお野菜乗ってるよね、コリコリの。待って、違うもの食べてる。あれお野菜ですか。え、これ野菜じゃない、なんか2人とも同じもの食べてるよね。上にコリコリ乗ってなかった、なんか。ちょっとじゃあもう答え言っちゃいますか。ダメ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 。あ、私言うよ。え、これ、え、魚だけ言えばいいの。え、せーので言う感じ。あ、じゃあ2人、あの同じもの。あ、そうですね、じゃあせーので言っちゃいましょう。魚の名前言えばいいの。そうです。あやせさん、ここの準備 OK ですか。大丈夫です。心の準備。せーのでお願いしますよ、うん、せーの。イワシ。あれ、安井さんがイワシ、あやせさんがサバ。あやせさん正解です。やったー。見ていい見ていい見ていい。あ、外しますね。見たい。え、何タケノコってどういうこと。コリコリしなかった。え、骨じゃないのそれ。こんな感じ。え、私歯、自分の歯食べてた。こんな骨です。骨が入ってる。そうだよね、骨が。骨か。やったー、すごい詳しいわ。何、野菜とか言って何言っちゃってんのこの人とか思った。当てられるのめっちゃすごいですよね。え、これは何、缶詰。サバの水煮。サバの水煮。水煮、わかんないです。え、わかんない。私さ、釣ったサバしか食べたことないから。嘘つけよ。飲んでんだ、飲んでる時に食べてるでしょ絶対。み、あの味噌派なんで私は。あ、そうか。なんでは、アイセさんだけ正解ということで。わーい。案外難しいですか、やっぱり。え、骨が意味わかんなかった。骨なかったんだね。骨だけですか、味的には。あった、うん、味は、うん、でもサバとか、なんか光物系だなって思った。うん、そうだね、だってイワシだったもんね、惜しいと。じゃあお二人にも実は用意していただいているということで、うん、そうなんですよ。よろしくお願いいたします。私から言っていい。いいよいいよ。じゃあこわちゃんこれ。はい、はい、ありがとうございます。では続いて安井さんに用意していただいたもので。これつけるの嫌になったんだけど。苦手な人苦手かもしんない。何が、え、食べるの。私は大好きだけどね。うん、つけた。あ、怖いかも確かに。コアちゃんのお箸は開けれるよ私が、はい、で、みえちゃんのお箸はもう、あ、もうなんか開けるよ私も。うん、ありがとう。え、それかも、そうだね、うん、ドキドキしますね。持ってよっか、箸。多分これ私のだよね。カンペが見えなかったぞ。コメントが来てる。コメント来てますか。コメント来てます。もう今 SC さん MC ですからね。目隠しって書いてる。目隠し、私が MC なの。そうですよ、今だってわかんないですもん。のりすけ目隠しって興奮すな。
釣りで必要なのは、釣りで必要なのはくじけぬ心チュン。知らんけど。確かに。そうね。人事だな。我慢が大事ですよね。負けず嫌いの方がよく釣れるっていうね。あ、そうなの。見えてるのに見えないふり、演技早ーって書かれてます。見えてないよね。本当に見えてない。全然何も見えないよ。何も見えないですね、これ。オッケー。うわ、ドキドキする。なんだろう。わ、な、なに？ソフトタッチ、ちょっと、やだ。ちょっと待ってくださいよ。やだ。これ、私もやらなきゃいけないのかなと思うよね。いや、やんなくて。待ってるね。ま、あ、待ってる。じゃあ、行きますね。はい。あ、待って。どっちから？ちょっと待って。正解書いてなかった。あ。なんか持ちましょうか、大丈夫ですか？大丈夫。ちょっとそのまま2人とも、あの、暗い目の世界で頑張ってる。こうちゃん的にはさ、めっちゃ怖い、はい、釣りロケしててさ、なんか辛かったの、まあそんなに出てないと思うけど、辛かったなみたいな時あった？辛かったなですか、うん、あんまり。今んとこない？今んとこまだ。いや、でもやっぱ人見知りなので、一番最初が一番辛いです。あ、人見知りなんだ。いや、めちゃくちゃ人見知りなので、ワクラが、ワクラに行かせていただいた時が、本当全員、あの、初めまして。ね、はい、うんうん。もう安井さんしか頼れる人がいないっていう状態が不安で不安で。うん、そうだよね。さあ、口開けない。早く。不安始まった。今も不安だろうけど。行くよ。当たるかな、当てれるかな、いきます。めっちゃ難しい。え、なに、うわ、これ、なにこれ、これあれかもしんない。なんでしょう、ん、へへへ、あ、わかった、わかった、これあれですよね、言えないんだよな。あ、でもなんだろう、いいよ、開けていいよ。しょっぱいですね、ちょっと。あ、はい、いいよ。え、これ魚ですか。まあ、魚、魚介系だね。 OK です、わかった、私わかりました。わかった、わかりました。わかったの、私わかります、これ好きです、すごく。お、じゃあせーのでいこうか。はい、せーの、シシャモの卵。待って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 、海ぶどう、海ぶどうです、これ。あ、外しちゃった、ごめん、大丈夫だった。海ぶどうとシシャモの卵。あー、あのね、どっちも外れ。なんだと、なんでしたこれ。近いのはみゆちゃんかな。シシャモの卵です。からすみです。食べたことないし。てかいいよ、もう目隠し。どんだけ好きなの、子は。もう目隠し言ってんの。食べたんですよ。撮ってた。カラスミです。カラスミって何ですか。美味しいね。カラスミはボラの卵をなんかね、干して、うん、あのね、なんかね、いろいろ、なんかしたやつ。ボラの卵です。ボラの卵。お酒のつまみにいいやつ。そうなの、ね。すごい美味しかったです。ね、お家から持ってきたん、家から持ってきた。家にあったの。なるほど。私さ、最近ほどファンの方からさ、酒とつまみしかもらわないから。嬉しいね、でもありがたいね。食料に困らない。食べてる。食べてるし。よし、じゃあ今度は私の番か。はい。そうだ、忘れてた。じゃあとりあえず先に。あ、そっか。デクチュンがデビルフィッシュが出てくるのに期待中って言ってます。カツニさん、綾瀬さん当てたのすごい、飲み物2杯目ついであげて。コメント返そうよ。読むだけじゃなくて。デビルフィッシュね。この前出たね、フィッションのね、タコタコ。優しいですね、本当に。すいません、私カツニ、アイスさん当てたのすごいって。やった、 ありがとう。推しが当てて喜んでる、こいつ。ねえちゃん、これむずいね。そうだよね。ホセさん、目隠ししながらの会話、なんかウケる。シュールだよね。よし、じゃあ2人とも目隠しして、巻きですね、これは。目隠ししながら喋ってもらっていいですか。女子の目隠しの後めっちゃキラキラしてるんだけど。そうなの、ごめんね。いいよ、好きだよ。好きだよ、ありがとう。早くしてもらっていいですか。はい、待って、カラスミの味が。カラスミって、はい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 、卵ってことですか。ここです。卵、卵、はい、じゃあ海ぶどうちょっと美味しかった。美味しかった。でもすごい美味しいですね。ね、待って、海ぶどう、海ぶどうは全然美味しくないと思うよ。海ぶどうはだってそうだね、海ぶどう海藻でしょ。そうだね、卵ってところで。だってさ、魚のやつ、卵じゃない、卵じゃない、魚のやつ持ってきてって言ってたじゃんね。そうですよね。そうだ、そうだね。でも味はこれ、こわちゃん好きなの。カラスミですよね。めっちゃ美味しかったです。そうなん、酒飲みだね。酒飲みなんですか、これ。酒飲みしか多分好きじゃないよ、こんなの。これ面白いね、この横の喋ってる絵面見るの。めっちゃ面白いですよね。まだおっぱい触ってくんないの。触られたいんですか、これ。これです。なんですか。私ね、これね、ね、ちょっとこれ安井さんですよね。あれ、みえちゃんやめなさい。みえちゃんやめなさい。痛いね、こわちゃん。ちょっとイチャイチャしないでもらっていいですか。では、はいはいはい、はい、私どっちから行く。
やばい。何何ですか。ねえねえ、ネチネチしてるみゆちゃんの。ネチネチって何ですか。ネチネチ。わ、なんかすごい。え、いくよ。ママ。ママ、あ、今食べさせてあげる。ちょっとね、うん、味なんもないからあれかもしれないけど。どういうこと。ちょっともっと大きくあげて。どんだけ大きいの。え、何そんな。大きいんですか。怖い怖い、綾瀬さん怖い。怖いじゃんね。綾瀬さん怖い。刺身？あ、怖い怖い、歌ってる歌ってる歌ってる。あ、なんだね。刺身だよね。楽しい。刺身だよね。そうだね。刺身ですか。なんか素材の味を。いつくれるんですか。行きます。えずきが。お口開けてください。大きく。あー。あー、そっちはちょっとカメラに見えないか。はい。あこれ何？白身魚だけど何？はい、はい、これね、ちょっと難しいと思うんだ。で、スーパーに売ってた？スーパーに売ってた。スーパーに売ってたってことは旬のさ、うん、魚でしょ？食べたことありますね、絶対に。ある、絶対ある。でも、ちなみにね、私はこれ食べたことない。目隠しとっていい？まだいいよ。みゆちゃんが食べたことない？私絶対これは食べたことありますね。じゃあヒラメとかじゃないよね。あ、わっ、なんだ、なんだろう。わかったかも。あ、うんうん、心が決まったら教えてください。せーのって言うんで。結構高級？いや、そんなことない。や、安そうな。なんか、最近安そうとか言うんじゃねえよ。自腹切ってんのよ、こっち。そうなんだよ。なんか、最近食べられるようになったみたいな感じで、そこまでまだ有名じゃないみたいな。よく。有名、え、じゃあ、寿司とかに、スシローとかには出ない？ないと思う。本当ですか？うん。口いっぱいになったりする。すごい詰め込まれましたよね。せーので言う？はい、いい、大丈夫？はい、大丈夫です。せーの、石鯛。カンパチ。おー、正解は二人とも外れ。あー、何？正解はニベっていう魚なんだけど。ちょっと待ってください。ニベ、待って、検索してたのか。あ、出てきた出てきた。すごい。なんかこの城にすごい似てるお魚らしくて。へー。でもこの城ではないんだ。そう、違うんだって。この城？そう、淡白なお魚で、なんか基本的には塩焼きとかそういうのに食べられるみたいなんだけど。白身なんだ。美味しかった？白身ですか？そう、白身魚。うん、へー、石鯛かと思っちゃった。じゃあ 見た目見せてあげる。あ、見た見た見た。へえ。こういう、こういう感じの。めっちゃ刺身なんですけど。タイムサービスみたいな。なるほど、へえ。コスパがこういう感じの。美味しかったです、すごい。あ、美味しかった。何でしたっけ？何でしたっけ？ニベ。ニベ。ニベ。あとでちょうだい。うん、あげる。ね、醤油つけて食べたいよね、正直ね。なんかね、ありましたね。なんかそうだね。ということで勝者は私だけじゃない？そうでした。食べてただけだ。やったー。結構本当に難しかったですよ。でもこれ楽しい。楽しかった。ね、お二人が用意したものが両方難しかったです。うん、だって勝ちに来たもん。そう、そうなの。絶対外させてやるって思ってきた。絶対こうに当たらせてやるって思ってきたもんね。大人げないね、私たちね。いやー、すごい面白かったね。面白かったね。ほら、あやとさんがコアちゃんには難しいお題ばかり。ね、コアちゃんね、まだ ね、赤ちゃんだからね。私なんかピヨピヨだからね。そうだよ。何、うん、ですか、もう。何その。ありがとうございました。楽しかった。楽しかった。初めてやりました。いやね、これ普通にさ、なんかさ、フィッシュオンとかの YouTube でもやりたくない？確かに。そうですね、やりたい。やりたい。ね。これはめっちゃいい企画でした。ね、ちょっと真似させてもらおうよ、これ。そうですね。うん。よかったです。面白い。多分見てる方も面白いと思う。女3人が目隠しされてるって。確かに。面白かったですね。面白かった。うん、楽しかった。この辺でまたやりたい、うん。そうですね。ちなみにお二人ってマシェバラは、はい。うん。なんか、どうしていくんですか、これからって。これから配信？配信は、うん、いやー、もう私はもうなんだろう、はい、結構イベントとか順位争いとかなっちゃうと、はい、あのなんかファンの人にも、ファンの人も私もきつい思いしちゃうから、うん、頑張るときは頑張って、頑張らないときはのんびりしていこうかなって感じ、うんうんうん、でマシェバラさんってやっぱりなんかこういう出会いとか作っていただけるし、そうですね、あの応援してくれる方にも出会えたし、そうですね、なんかすごいいい場所だとは思ってるけどね、うん、うん、じゃあのんびりやまあのんびりでやるときはやったり、うんうん、え、どういう感じ？
私もそうね、これからマシュマロをどうしていこうってことは考えたことないけど、まあやりたいな、頑張りたいなっていうイベントがあったらやっていきたいなと思うし、はい、あとその、はい、フィッシュオンはこのまま続けていきたいなって思ってるから、うん、まあ、それもなんか舞台の女優とか、うん、舞台女優の仕事がないときとか、そう、他の仕事との兼ね合いで、うん、まあこれからも頑張りたいなとは思ってる、うんうん、でも今さ、うん、昨日今日から始まったよねイベントマシュマロ、そう始まった、告知いいの今このタイミングで告知していいの、いいの、あ今ですね、キャンピングカージャーナルっていうあの、うん、アンバサダーのイベントに参加させていただいております、うん、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。キャンピングカー、そうです、キャンピングカー、ね、いいね、キャンプと釣りってつながるし、そうつながるから すごく強みかなと思って、ね、ちょっとアクティブですね、そう、アクティブな趣味を増やしていきたいなと思いまして。なるほど、ひなちゃんマシュマロ始めてさ、はい、そんなさ立ってないけどすごいめちゃくちゃサメとついてるって強いじゃん、強いね、ありがとうございます、うん、本当に応援のおかげで、どうしたい、結構 それを今悩んでたので聞いたんですよね、うん、悩んでるんだ、うん、ミスフラから始めてもずっと今までやってたので、うんうんうん、でも配信アプリもマシュマロのみっていう感じでやってたので、うんうんうん、でちょうど一昨日昨日、うん、ゴードン探偵事務所、うん、終わって、うん、一区切りついて、うん、どうしようみたいな、でも、まあ、体力ある限り、うん、やってみてもいいと思うよ、うん、なんかこれからやりたいの企画とか多分増えていくかもしれないし、あれば、うん、その内容にもよりますもんね、うん、そうね、それはそう、うん、そうだね、うん、まあでも配信休んでる期間も、うん、やっぱ、はい、イベント中だけに配信する子ってやっぱりそうですね、どうかなって思う場合もあるから、なんか定期的にゆるくやっていくのが、うん、イベント外でもいいかもしれないね、もし配信をこれからやるって時は、そうですね、フィッシュオンもありますしね、うん、それは続けるので、ね、そうだね、はい、釣りは、え、あと何分、あと3分だ、あと3分だ、じゃあさあさあ何、どういう男性がタイプですか、待って、3分でそれ放り込んでくるのすごいね、絶対聞こえたんね、そうですよね、うん、そうだね、コアちゃん、じゃあ私からですか、私からですか、注意したことないでしょ、だってそれさ、私にも言ってたよね、誰にでも言うんだよね私のタイプが、うん、いや、なんだろうな、いや、こういうなっちゃうんですよ、なっちゃうんだ、頼れる人じゃないと嫌です、でも、ああ多分私ふわっとしてるって言われるので、うん、ふわっとしてると、うん、ダメです、あ、だから同じような感じじゃなくて、もう優柔不断、優柔不断同士みたいになっちゃうので、うんうんうん、そうですね、ですってですって皆さん私、うん、綾瀬さんなんか私一緒にいて楽しい人がいい、ああシンプルだね、そう、うん、綾瀬さん騙されそう、すごい騙されそう騙されたことってえ、ないと思うよ、ないですか、ないって思ってる一応ね、男性と関わるとき相談して、私が見せるから、お姉様、ま、よろしくお願いいたします、え、まゆちゃんは、私はね、うん、お酒飲ましてくれる人もう、はい、はい、何これ、なんか夜のお店の女の人みたいな回答だってシャンパン開けてくださいコメント最後にいただきましたので、はい、天野さん、ぶちや石餅とも言われる人間、そうそうそう、石餅ね、ああ石餅、石餅って言ったらめっちゃわかるかも、そう、石餅なら聞いたことはあります、あるし食べたことある、なんかひとまとめで石餅って呼んじゃう人もいるんだって、あ、そうなんですか、なるほどね、あ、いろんな、なんかあれだもんね、なんか大きさによって変わる名前、そう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 、ガバッとまとめて、うん、かつにさん、とても楽しかったです、ありがとうございます、今後ともパワーをよろしくお願いします、よろしくお願いしま す, しします、あと告知があれば、はい、安井さんの方は、はい、私は論文寮の釣りの村まか釣りなら任せろで今度はコアちゃんと一緒に出演させていただくので、はい、よかったら見てください、見てください、お願いします、安井さん、はい、追加ありますか、そうですね、3人それぞれツイッターやってるので、インスタグラム各SNS やっておりますので、ぜひフォロー、それからいろいろねコメント、いいね、拡散、応援のほどよろしくお願いいたします、お願いいたします、お願いします、大事ですからね、 SNS が本当に大事、はい、いやでもすごい楽しかった、めっちゃ楽しかったです、そう、本当よかった、なんか50分があっという間だった、めっちゃそう、ね、なんかね、いいつまみ終わってなそうだね、お酒ね、やめ、あ、そうだ、飲み終わってない、シュール結構ちょっと無理かもごちそうさまでした、飲んであげるって、飲んで大丈夫よ、大丈夫よ、ごちそうさまでした、ありがとう、お邪魔しました、いや、もう本当に優しい先輩で
ありがとうございました。ありがとうございました。可愛い後輩でありがとうございました。あっという間でした。また呼んでね。呼んでね。呼べよ。あの、はい。はい、もちろんです。今度はゲテモノ持ってくるから。あ、ゲテモノ。怖。ゲテモノ。虫とか。あ、怖すぎる。怖すぎる。終わった？終わった？もうちょいです。もうちょいなの？もうちょい。ちょっと。あと30秒ぐらいです。あと30秒だって。フィッシュオンとロンブリオンの釣りまか見てください。見てください。よろしくお願いします。応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。さあコアちゃんボコボコだな今からね。